アニメできる猫は今日も憂鬱第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。我が輩は猫である。名前はまだない。名前はユキチ。漱石じゃないのか。できるトトロ。猫猫猫チェット。ナオン。ただの猫ではない。空前絶後のできる猫である。サンシャイン池崎。この猫飼いたい。人間たちは毎日毎日会社というところに行って働き、全ての人間が働きに行ってるわけじゃないんだよね。働きたくないでござる。人間はお猫様をお世話させていただくために存在しているからな。こんななりで猫缶食ってるのか。普通に人間のご飯食べてるのかと思った。ガシマッシブラということに他ならない。猫マッシブラ。狩猟本能はどこ行っちゃったんだ。邪道の霊圧が消えた。我が輩の飼い主はダメな人間なのである。なお、世間には働いてないダメ人間もいる模様。やめろー。もともとこんなにちっちゃかったのか。指ペロペロ。これがあそこまで成長したのか。汚い部屋来たー。ゴミ屋敷連生するタイプだったか。会社で働くちゃんとした女性がこんな生活良くないはずがあった。かなりのダメ主人公なんだな。ゴミ部屋作る人はペット飼うべきじゃない。ユキチはゴミ部屋作らないからペットに人飼っても大丈夫だよ。立場逆転しとるがな。着替えさせた。世話が焼ける飼い主だ。呆れるほどダメな人間。猫缶一個じゃ足りそうにない体の大きさだね。もっといいもん食べてもええんやで。猫は主婦になった。死ぬ、死ぬってわら。ボディープレスわら。それは苦しいよ。なぜご主人のベッドの上に寝るのんわら。大きく育つにも程があるだろう。3年でこうなったのか。そんなでかい猫がいるか。もはや見た目クマなんですが、うちの猫も家事やってくれないかな。え、ヤギでニーソ？あれニーソってか、家用か就寝用の着圧ソックスじゃね？メディキュットとかああいうやつ。真面目な話？そういやこの声、ニーアオートマタのブービートポッド042か。推奨、視聴継続。君って普通の猫じゃないよね。今さらそこに触れるのか。ご主人の前で正座する猫。そこは気づいてたのか。まず自分の正気を疑え。肉球で体脂肪測れるのか。ファンタジーで急に正気に戻ったみたいな。ここまで大きくなったら怖いよな。ライオン並みだし。二足歩行してるし。人間の言葉わかるし。余裕でクマと戦えそう。どうしてそこまで大きくなったんですか。アリさんマークの引っ越し者。そこまで大きくなった理由って。宇宙猫。ミュータント。ミュータントニャートル。突然変異体化。秘密組織に連れ去られて解剖&研究施設で飼い殺し不可避。叫んだらすぐ G が出たと思う反応わら。アースジェット。ゴキジェット。思い出しただけで猫が寝込むお部屋とは。猫が寝込んだ格好だじゃれ。シュールわら。それ気に入って使ってるんだわら。お怒り猫。猫パンチ。ヒグマだったら今ので顔面なくなってる。こんなでかいの猫パンチ食らったら首の骨いってまう。頭パーンってなりそう。とりあえず飲んで忘れろ。お酒の力を借りて忘却。記憶が飛ぶまで飲まされた。起きたな。飲んでー。二日酔いで頭痛くなるわら。ゴキ潰すと飼い主がうるさいので仕方なくスプレーを使うユキチ。潰すと体液がついちゃうから。ブラックキャップ置いとけ。ゴキと遊ぶの猫のストレス解消になるらしいけどな。ゴキブリ、ゲセヌ。おいわら。え、ちょわら。まさかわら。外出るのかわら。外で買い物すんのかわら。一般人にもちゃんと猫に見えてるんだ。テレビの撮影かな。普通に驚くよなわら。着ぐるみだと思ってくれてれば。キャベツ検定。割烹着はマナーコート。やっぱり周りにも不審がられてるんだな。オットタクシーみたいなのと違ったか。普通に何回かで歩いてるのか。ご主人はこのこと知ってるの。家庭的な猫だなぁ。かっこ白目。身長2メートルくらいあるな。このスーパーはお客様を見た目で差別しません。ヒューマンGでも気楽に買い物できそう。半額弁当。この店員さんかわいいな。割烹着お前の手作りかよ。お裁縫もできるとかわら。当店のポイントカードはお持ちですか。お会計するにゃん。チュールわら。チュールチュールチャオチュール。着ぐるみの変質者。変質者扱い草。エコバッグ使って買い物する変質者か。お客様アンケートわら。お店のスタッフだと思われとる。客寄せパンダならぬ猫。ユキチは優秀なアルバイターになれる。普通に自活できちゃうじゃんわら。店の名物になる。大人気だろうな。万引き G メンとかもいけそうだ。主人公はお仕事モードだとできる女。栄養だったのか。何の会社か謎の会社。制服あるオフィス。家事を任せられる人がいると仕事もはかどるってもんだ。イケメンが出張から戻ってきた。現実逃避。餃子&ラーメン。
この若さで部長かよ。部長がバンドマンみたいな髪型なんだけど原作でもあんな髪型なんかいな。この部長、僧侶枠アニメに出てきそう。ホストみたいな31歳部長。イケメンだと出世も早いのか？なぜユキチのことを知っている？以前酒場で。ゲロインわらわら。その場でオートわらわら。店追い出されたわら。最悪なとこ見られてるやんわら。ザワールド、時間よ、止まれ。キングクリムゾン。ディアボロ？この声の人にそのスタンド能力は失礼すぎる。バラされたくなかったら、わかるよね？行きたくて行ったわけじゃないぞ。お持ち帰りしなかったのか。レベル99の山田ならお持ち帰りしてた。猫が鍵開けて出てきた。まだ小さかった頃のユキチ。こんなに妖怪かと思うわわら。猫パンチ。殴ったわら。この頃からもう二足歩行なのか。お部屋は見られてない。セーフかな。アウトだったわら。ゴミ屋敷見られてたわら。あんな部屋じゃ立つもんも立たねえって。ゴミ屋敷じゃなかったら変なことをされていた可能性。デートのお誘いか。水族屋片デート。デートイベント発生。新江ノ島水族館。これはアイドル目当てだな。推しの子わら。部長ドルオタだったのか。ユキチもハマってるやつなのん。異性とのラブコメ展開あるんかこれわら。悪くなさそうだし、もう少し見てみるかな。推奨、視聴継続。はい、というわけでできる猫は今日も憂鬱第2話の視聴者の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もしご興味があれば他の動画も見てみてください。